から七八年前の出来事になるんですけどね。七八年前まで。ええー、これ東京にお住まいのあゆみさんという女性なんですけれども。あゆみさんにはね。恋人がいました。五歳年下の男でね。この男というのがね、まあ。とにかくね。 モテる人、ね、で30歳の若さでこう都心のねかなりいい場所に自分のこのレストランを開いたシェフなんですよ。非常にでこのまあ人気や才能っていうのはね人をねなんて言うんでしょう内面からね 輝かせるものですよだから実際のこの顔やねこの体つきスタイルなんかのこの出来よりもさらに何割増しにもよく見えるんですねまあ男前でセクシーなんですよね。もうね独身ですから女がねほっとかないんです今ねこれご覧になってる男性たち 人類の敵だなとか思いました、ね、そう思われる方もいるかもしれないでもとにかくまあモテるで女がね切れないんですしかも嘘つき浮気症なんです下手すると同時にこう何人かの女性と付き合ってたりするでねこうねくろとは好きじゃない素人が好きなんです普通の女性が好きなんならちょっと綺麗な 華やかな個性のある人が好き、ね、またね、そんな人もね、よりどりみどりなわけです。で、誰かと付き合う、別れる誰かと付き合う、わがずっと切れ目なくずっと女がいる、あゆみさんもそのうちの一人だったわけです。なんならね、あゆみさんはね、英子という女から彼を略奪したんですよ。奪い取ったんでございますね。で、あゆみさん、この彼が、 浮気症で嘘つきのひどいやつだってことを百も承知で付き合ってだからこそものすごく好きと思ってるような感じだったわけです。ねえ気が知れないって思ったそこの真面目な女性のあなたいや、ね、こういったね困った人も世の中には一定数いるもんなんです。ね、でそれでまあ歩美さん彼に夢中でしたで。彼の方はどう思ってるのかわかんない。 とりあえず歩さんは彼にとって金曜日の女でしたどういうことかっていうと「あゆみ金曜は必ずうちの店に閉店間際に来いよ」というねえ彼には不思議な趣味がありました好きな女に自分の料理をたらふく食べさせてから抱くのが好き。 そういうい不思議な趣味があったんです閉店間際にあゆみさんを店に呼んでであゆみさんはまあごちそうを食べるワインなんか飲むで彼がねこう一生懸命片付けをしたりね店じまいをするその様子をねゆっくり眺めてで片自分のねこのお皿なんかも全部片付けさせてからもずっと待ってるわけです。彼の方をじっっと目で追いながらこう見なががらら見待ってる でやがて終わると「じゃあ行こうか」と言って彼が自分の住まいへ歩さんを連れて行くわけですこの住まいというのがまたちょっと変わってまして彼はねそこそこ稼いでたはずですよ実はね私はねその彼っていうのをね雑誌で見たことがありましたそれからうん何かねウェブサイトでもどっかで見たかなというような感じねうんまあプチ有名人って言っていいかもしれない。 そこそこねうん稼いでるはずで別宅があったんじゃないですかって私聞いちゃったぐらいなんですけどねなかったようなんですけど、まあ、趣味なんですかねあの昭和レトロな古い集合住宅に住んでいたんですもうね本当に昭和の遺物ですあのそんなにねこうおしゃれなリノベーションなんかもしてないんですよまあもちろんね清潔にはしてるでもね 狭いですしね。こう八畳の和室とね、あとはこう板敷きのこう板の間のねフローリングってより板の間って言った方がいいような雰囲気のこのダイニングキッチン。あとはバスとトイレ。あと玄関。それっきりの部屋です。もう学生が住むようなね、うーん独身の若い男が住むっていうとまあまあそうかなとは思うんですけど、なんとなくその。 そういうねなんかレストランのシェフなんかやってる彼のイメージに合うかって言われると微妙だなという感じではある板敷きのダイニングキッチンと8畳の和室の間にはガラス障子がハマってましたガラス障子というのはね最近は珍しくなってきましたね。まだあると思いますけど昭和の頃はよくありました。 えー、障子とでもあの紙の代わりにねガラスがはまってるんです。でそのガラスっていうのが大概ね素通しではないことが多い。でこぼこガラスとかね型ガラスとか言いましてねあの曇りガラスになっていたり凹凸がつけてあったりあるいはまあ,あの細かい、ね、あの模様がこう彫り込んであるっていうかなレリーフみたいなふうにねついてたりするんですね文様ガラスとも言いますね。 なかなか、あの、今はそういうのがまた、あの、かえって逆にね、レトロだとか、キッチ兆だとか言ってね。人気があるみたいですけれども、まあ、彼もそういうのが好きだったのかもしれないですね。まあ、そういったガラス障子がね、四枚引き、四枚引きってわかりますか。こうね、引き戸がね、四枚あるわけです。この四枚引きのガラス障子が。その八畳の和室と、ダイニングキッチンの板の間の間に、余ってました。彼は。 8畳の方に布団を敷いて寝るわけですけど、寝る時には必ずそのガラス障子を閉める人でした。これ季節を問わずなんとなくそこを閉めてから寝る習慣でした。で、どういうわけだか彼女をね、こうダイニングキッチンに近い方に寝かせるのが彼は好きだったんですね。だから彼に背中を向けてね、この横をたがると必ずこう目の前にガラス障子が見える。 あゆみさんの方から見ると見えるこういう感じだったそうですよ。ねちょっと私にしては珍しくツヤっぽい話なような気がしなくもないんですけれどもまあねでまあ11月のね初旬のだから金曜だったわけですねでその晩もね彼と一緒にレストランから彼のアパートの方にこうね帰る歩いて帰れるような距離だったみたいですよ。 ややね、まあ、夜中の散歩ですもう0時回っっちゃってるんですよあの深夜までやってるレストランなんでね店じまいして出てくるともう家で落ち着くともう午前2時3時になっちゃうそんな感じだったそうなんですけどかなり深い時間ですアパートにかなり近づいたこう住宅地なんですけどね路地に入って、ね、路地に入るとアパートの建物の少し手前にタクシーが止まってるんです。 タクシーの、ね、こうドアが開いてるあ誰か乗るか降りたところかなって思うじゃないですかねその時間ですから誰か乗ってきてそこで降りたのかなすぐにタクシーのドアが閉まるだろうと思うじゃないですかところがね閉まらないんですずっと開いてるあれとあゆみさまを心の中で首かしげたするとね彼がね「変なタクシーだね」というだからあゆみさんもうん まあ、ドアはずっと開けっぱなしですからね何やってんだろうと思うわけですよでそのままずっと近づいていくそうすると彼が「えみたいな変な声を出してささっとあゆみさんの陰に隠れるような素振りをして「ちょっと急ごう」って言って早足でアパートの方の建物に入った「どうしたの?」って聞いたら「今の女見た?」と彼が言う。 え、何いやあのさほらさっきのタクシー後部座席に金髪のおかっぱのかつらをかぶった女がいただろう」と彼が言う「えそんな変な女いなかったよ」と言ったら彼が「いや金髪のおかっぱでさ着物を着た女が後部座席に乗ってて横をちょうど通り抜ける時に。 運転席の方にふーっと身を乗り出したと思ったらシュッと床の方にさシュッと縮むように消えたんだよそんなのいなかったよとあゆみさんは笑いました彼はね時々こう変なことを言ってあゆみさんの気を引くことがあった霊感があるような素振りを見せることがありました ででも嘘つきですからね何しろだからあゆみさんんは全然信じてませんでしたその時も「またまた私の気を引こうとして」とか思ったりあとあるいは「ああんかなまた後ろめたいからそんなもんが見えちゃったんじゃないかな金髪の女って知ってる女なんじゃないの?」とかっていうふうに内心思ったりしてあとあるいは「消えたのはともかくもしかして偵察に来た女がいるかもしれないな」 ななななんなら子かもしれないなあの女未練がましとかっていうふうに思ったりしてましたねでそんなことがあってその日寝ましたで寝たらね彼がねこれ中に変なこと言うんですよなんか今あのガラス障子の向こう誰か通らなかった家の中ですからね通るわけがない いるわけないよと言いながら歩さんそっちのガラスの方を見るとねこうガラス障子少し透かしてダイニングキッチン見えるんですけど向こう電気消してますから暗いわけですねであゆみさんん真っ暗闇が大嫌い苦手なんですでこの和室の方はねこう豆球ってわかりますかこれも古いですけど昭和の遺物ですけどねこう天井の電気のとこにねちっちゃい豆電球みたいなのついてるんですこれつつけてあった紐引くくとそれがつくんです豆球つけてあった。 なんとなく琥珀色の光が部屋を包んでいる何もいないよいや今通ったよって彼が言うもう寝ようよって寝ました一週間後また金曜日です、えー、またね彼のとこにあゆみさん泊まりましたそしたらね彼がねまた夜中にねあゆあゆみ,あゆみって起こすんですよ どうしたのったら「今さ今本当にまた通ったよ」って言う「いやそんなわけないじゃん誰も通んないよだって鍵閉めたでしょいやいや本当に女がね女の影がスッとあのガラス障子の向こう通ったよ」と言うあゆみさんもちょっと怖くなってきて。 じゃあさ向こう電気つけてよあゆみがつけに行けよ怖いのしょうがないなあゆみさんだって怖いですけどねそろーっと立ち上がってガラ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 ュ障子を開けてダイニングキッチンの電気をつけたつけたたに彼が「わっ!」と布団の方で大声出す「え何やだやめてよ」 い,やいいいやんだ見間違えかもしれないしでもさそっちも電気つけといていいよなんかいるよやめてよ怖いあゆみさんも急いで布団に戻りましてねでまあ彼と一緒に寝たでそのまた翌週です何事もなく朝を迎えました ここのところ変なことが立て続けに起きてたんでちょっとほっとしましてね昨日は何もなかったねと彼に言ったすると彼が嘘だろえ何が覚えてないのあのさまだ真っ暗で明け方っていうには 早いよガラス障子がガタ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 すごい揺れ出して二人とも目を覚ましちゃったじゃないかそれで僕がさガラス障子が揺れてるって言ったら歩が「そうだね」って言ってそれで立ち上がって ガラス障子見に行ってあ、ここが1枚ずれてる」って言ってガラス障子にこう手を当ててさ「このガラスがちょっとずれてるからよ」って言ってさそれで布団に戻ってきたじゃないか。僕あん時の歩みもなんか怖くてさ。 その後もしばらくガラスがガタ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 揺れてたしもうそっち見ないようにしてお前のことギュッと抱きしめて布団頭からかぶって寝たんだよ覚えてないの全然覚えてないし私そんなことするはずないだって ダーニンングキッチン真っ暗だっったんでしょ真っ暗のところに私行って立ってこうガラスに手なんか当てたの私暗いのすごい苦手だもんすぐ向こうの電気つけるよそしたらいやなんか平気そうでこのガラスが一枚ずれてるからってなんだかいつもの歩みとちょっと違う感じで。 怖いなと彼が言うもう夜は明けてましたダイニングキッチンの方の窓から朝日が差し込んできていてガラス障子を照らしていました歩さんは布団の上にこう半身を起こしてガラス障子の方を見たするとね

またガラス障子が揺れ出したそうです。続きはまた。それそれあの編集担当その他あのそういう風うに感じる男性は世の中にいっぱいいらっしゃるかもしれませんけど実言うとこの後、この続きで、えー、むしろ。 あゆみさんの方が怖い目にあってしまうんですよね前回の続きなんですけどねあゆみさんと5歳下のシェフの彼。 シェフの彼が住んでいる昭和レトロなアパートに毎週金曜日にあゆみさんが行って彼り、まあ、と抱き合って寝るとこういった習慣があった彼は自分のお店をやっていてお店が終わるのは大変に遅い、ね、牛三つ時にアパートに帰るような感じでそのアパートのガラス障子がガタガタ揺れる前回の終わりにも朝になってもガタ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 揺れ出したさばってもいない あゆみさん、まあ現実主義というかまたね怖いとそういうことを言いた,し言いたくなるもんですよ近くで工事やってるんじゃないこのアパートほら古くてさボロいから振動が伝わってそれでほら何て言うの共振現象そういうんでこう揺れるんじゃない彼が 工事ななんててやってないよおかしいよこれそんなこと言ってるうちにガラスの揺れは止まりました師走 <laughs> に入ってもあゆみさんと彼の関係全くこう変化がありませんでしたただまあね彼のお店の方は非常に忙しい。 何しろ12月ですからね12月のレストランなんて忙しいですしかも人気のシェフですからあゆみさんに来るななって言いたかったかももしれれでですねそ相変わらず金曜日の夜お店が終わる間際にあゆみさんが店に来るそして、えー、何か食べる全部片付け終えると彼のアパートに行く その日も言った彼はねもう疲れててね何かする気力がないんです横になったらすぐ寝ちゃったあゆみさんしょうがないから彼の背中をねこうさすったりしてなんかツンツンつついたりしてでも全然起きないですからね後ろから抱きついて布団の上から彼の体をこうまさぐったんですね そしたらね向こうから何か手が出てきたあ彼もちょっと目覚まして手をつないでくれるのかななんて思ったこう後ろからこうやったら向こうからこうところがね彼女こうやって彼の手と思ってるのを探ったら違うんですよ骨が細いこう柔らかいんです 肌が柔らかい爪がスラッとしていてね女の手なんですわっって驚いて手を離したと、そしたら目が覚めて夢だったんですねいやすっごい怖い夢見ちゃったなんだろう今のというふうに彼女は思った

またあれだまた女が通った髪の長い女だよ」という途端に派手なくしゃみをした彼がカシュンとくしゃみをしてあなんだろう猫アレルギーかななんていう猫なんて飼ってないんですよでもねあゆみさんにはピンとくることがあったあゆみさんと付き合う前に彼の女だった毎週金曜日に ここに来ていた A 子, A 子は猫を飼っておりましてね A 子が来るとくしゃみが止まらなくなるじんましんが出る猫アレルギーなんだというふうに彼が言ってたんですよねでも A 子とはずいぶん前に別れたはずですなのに彼言ったら彼女の気を知ってか知らずか 猫アレルギーかななんていうでまたクシュンクシュンとくしゃみをして「猫の毛がちょっとでもあると僕ダメなんだ」なんて言っている「やめてよ猫なんていないのに私猫飼ってないし」と言って彼の方は「だよね」なんて言っているなんとなく薄気味が悪いような腹立たしいような 感じががししまててねそれででけてからです少し時間のゆとりができた時彼が部屋の模様替えしようかなと言い出したであゆみさんもいいアイディアだと思った模様替えをしたり大掃除をしたりするとまあよくあるジンクスですけど 悪いい気が追い出されてねなんとなくねこう何て言うんですかその部屋に取り付いていた悪霊みたいなもんとかねそういう邪気みたいなものが払われるというようなねそういうふうに信じている方多いですよねあゆみさんもそれを思い出した彼の方もなんとなくそんなつもりがあるみたい手伝ってくれると言うんでいいよって言ってで彼のレストランお休みの日に あゆみさんも仕事お休み合わせましてで朝から彼の部屋の大掃除を始めたんですまあ,あの徹底的にやろうということでせっかくだからねでやっているとまあね全部角度をかしたりしてこうヘアピンが出てくるんですねあゆみさん髪の毛短いんでピンなんか使わないんですこう小さいねこう黒いいわゆるこうヘアピンですよあこれあれだな 栄子が使ってたやつだなとか思うわけです、A、子は髪が長かったからね彼がガラス障子の向こうを通ったって言ってた女あれも髪が長かった一番最初前回の時に金髪のかつらかぶってたかつらなんていうのはどうとでもなる長い髪の毛も中に収めてるのかもしれないです栄子のピンかなあ嫌だなそれともその前の女かなと思いながら捨てちゃえとピン拾って捨てるわけですで彼の方も一生懸命ね 掃除をしていてい、まあ、最後にこう掃除機とかかけるわけですよ仕上げでで掃除機かけるあっとかけてで途中で掃除機交代ねとか言ってん彼が板の間の方やったからじゃあ私は室の方やるとかこんなね仲良くやってるもうね大体もうきれいにねもう掃き掃除ぐらいしてあるわけです全部ゴミなんか拾ってあるでそしたらねピンがこう落ちてるんですよあらっ いやだまだピン落ちてたって言って彼女がこれふっと見たしたらそれを彼もふっと目を止めたらたちまちこうね険しい顔になってピンなんかあるわけないじゃないかとか言うえ何怒ってんのあるわけないんだよだってさそこ僕もう掃除したもんお前さどういうつもりでこんなピンなんて言って僕に見せんのわざとらしいんだよえ 何考えてんの違う本当に落ちたの落ちてるわけないんだよという違う違う本当わざとじゃないの本当拾っただけ貸してピンをこう取り上げてからこれをゴミ箱に捨てるこんなことがあってその後あのまあ二人でね、まあ、ひりきれいになった部屋で。 まあ仲直りでなんとなくね抱き合ったんで,すでまあなんとなくうとうとしてねうつらうつら、まあ、掃除で疲れたんでしょうそしたらねこう彼がねなんかもぞもぞしてねこうね彼女のね体の方をねこう布団の上からこうまさぐるような感じでねなんだろうと思って「もう疲れてんでしょう」とか言いながら彼女の方もちょっと嬉しいから彼の方をねこうなんとなくまさぐろうと思ってところがね 彼は布団の下で毛布やらねタオルケットやらねミノムシみたいに体に巻きつけちゃっててね体に触れないんですよ。なんでこんなぐるぐる巻きになってんのとか思いながらこうもぞ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 彼女を探ってたらねそしたらね向こうからまたねなんかこう手がニュッと出てくるんです。えと思ってでその手をこう嫌な予感しながらこう触るそしたらね女の手なんです。 この間は夢でした。今度は夢じゃない「いやだ!」って言って彼女は手を離したで彼をこう揺すって「起きて!」彼が「ん何今こうやってあのあなたの体ちょっと触ろうと思ったらそしたらさなんか変な手が出てきて。 そんなわけないだろ。怖いこと言うなよ。僕さ、用事があるから、君、泊まってていいよ。と言う。え、もう夕方だようん、遅くなると思うからさ、先に寝てていいよ。好きにしてて。と言って、彼、起きて、 出かける支度して出てっちゃいましたあゆみさんはねなんか彼にすごく冷たく拒絶されたような感じがして追いかけていくのも引き止めるのも怖いような感じ彼を行かせてしまった彼の部屋に取り残されたんですどうしようかなと思いました帰っちゃおうかなどうしようかな でもね、ここはね、不思議な真理です。帰ったら、これでもう終わりになっちゃうんじゃないかしら。彼はもしかするとすぐにも戻ってくるんじゃないかしら。ねえ、未練なんですね。あゆみさん、そのまま彼の部屋にいたんです。だんだん夜が更けてくる。勝手にお風呂なんか使いましてね。それで、 布団に入って寝ることにしたんですダイニングキッチンと和室の境のガラス障子を閉めるとガラス障子の向こうにうっすらとゴミ袋のシルエットが浮かび上がってましたこれはどういうことかというと大掃除をしましたよね大掃除をして出たゴミを全部ゴミ袋にまとめたんですが この集合住宅の決まりで、えー、夜のうちに出してはいけないことになってたんですよゴミをね仕方なく明日の朝までダイニングキッチンの方にそのゴミ袋をまとめて置いてたんですねそれがこう見えるあゆみさん一人でそれをなんとなくぼんやり眺めててそうだあのゴミ袋の中に今日掃除の時に拾った エイコのヘアピンも入ってるんだなぁなんて思いましてね何本もヘアピンが落ちてたな嫌な感じなわけですよでそう思うとねあんまりそういうこと考えない方がいいんだけどやっぱりエイコの生き量なのかなぁエイコ結構彼と真剣に付き合ってたもんな とか思うわけです奪っちゃったから恨んでるかなそうこうするしまたガラス障子がカタ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 と揺れ出した怖いのであゆみさん思い切って立ち上がって ガラス障子を開けてダイニングキッチンの電気をつけました明かりをつけたまんま寝直してやろうと思ったんですねまた明かりをつけたらガラス障子が一人でに揺れるようなこともなくなるんじゃないかなと思ったんです彼がいないから「そっち電気つけてると明るすぎるよ」なんてね彼は文句を言ったりしたもんですけど そういうい男がいないから好きなように明るくして寝てやろうと思ったわけですよ明るくした和室の方も豆球がついているするとねいい塩梅にガラス障子がはっきり見えたんです彼女実は私の友人なんですけどね小柄な方なんです小柄な 百五十センチちょっとぐらいの彼女が立って、こうちょうど手をかざしたとき、ちょうど触りやすいぐらいの位置に、少しだけ隙間が空いてる、ちょっとずれたこう板ガラスがはまったこう枠があるわけです。そのガラス調子の底に手の跡がついているのが見えた。ダイニングキッチン側から和室の方を透かしてみると。 はっきりと手の跡がついていてる汗なのかにじみ出た油なのか知りませんけれども彼女がこう手をちょっとかざしてみてさすがに触るのは気持ち悪いですからね手形にかざしてみると彼女よりも少し指が長い少し大きい手でも幅の狭い明らかに女の手の跡が。 切りついてるんですよそれからは朝までまんじりともしなかったそうですそれからね二週間ぐらい経って、えー、あゆみさんと彼別れちゃったそうなんですよやっぱりねあの年明けぐらいからなんとなく険悪な雰囲気でね、えー、彼の方もまた次の女ができたんじゃないですか で,別れ,たんです別れてすぐですねあゆみさん変な夢見ました夢の中でね彼が裸であの部屋のこの和室でね寝てるんですってでねその彼が寝てるわと思って見ているとどこからともなくね赤ん坊の鳴き声が聞こえてくるうんぎゃ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  ううううんゃ、うんゃ、うんゃ、うんぎぎぎぎゃゃゃゃそれを聞きながら夢の中の彼女はね「私は彼の子供なんておろしたことないしでも栄子はどうだったのかしら?」と思ったそうですこんな話を聞きました ねえ私ねこの話を実言うとあのこの2話をねあの縮めてダイジェスト版にしたようなのをもう随分前ですけどこの「実話来たん野草」を出してすぐの頃ですかね、えー、数年前にあの新大久保の方に当時あったライブハウスで怪談イベントを主催しましてそこで話したんですよ。するとねこのあゆみさんのモデルになった方あゆみさんって名前じゃないんですよ本当はねこれはあの この本の中や声を語る場合の仮のお名前なわけですけど、まあ,そのあゆみさんが、ね、あのいらしてくださったあらご本人がいる前でこの話かなんかな照れくさいな向こうもちょっと恥ずかしいんじゃないかなとか思いながら、まあ、でも真剣に真面目にねお話しさせていただいたんです。で休憩時間になりまして でまあ、休憩時間というとね大体まあサインをねしてくださいとかそういう方がねこういらっしゃったりするだからその会場の,あの壇上に私残ってたんですね物販もしてるから本を買ってくださった方がこうね持ってきたりしてそしたらねそこにねあゆみさんもね並んでらっしゃるああゆみさん買ってくれたんだどうもありがとうみたいに手振ったりしてでも笑わないんですよにこりともしないなんかね不思議な変な無表情なんですよななんとなく目線で やるんですんな何と思ってみさんの後ろをこう見たらねみさんすぐ後ろにね背の高いね男性がいるんですよなんだろうと思ってでみさんの順番になったそしたらその男性もね歩さんの横に並んだんですあら彼氏さんかなとか思ったら「あのさこの話の彼」<laughs> って言うんですよ <laughs> で「ええー、と思って「<laughs> 何?」 一緒に来たの?」って言ったら「違う偶然あたって彼の思う」って「いや偶然会場で会いました」「びっくりしちゃいました」みたいなことをおっしゃるんです。びっくりしたのはこっちですよ。まさかさこのさ問題の彼にさ聞かれると思わないじゃん。なんなら読まれるとも思ってないぐらいよ。そこまで人気の作家とかじゃないもん私とか思ってマイナーだもんとか思ってたんだけどそのまさかですよ。 ねえ、モテそうな方でしたよ。さらに言うとです。それからしばらくして、彼が私にまた別の怖い体験談を応募してくださったんですよ。<laughs> いや、なんか本当に不思議なことがありますよね。いや参りました。いや、本当に怖かったです。 今回のタイトル赤い釣りスカートの子って言うんですけれどもこの赤い釣りスカートから皆さん何を連想されましたかさくらももこさんの漫画ちびまるこちゃんを思い浮かべた方が多いんじゃないかしらと思うんですよねちびまるこちゃんのトレードマークあの赤い釣りスカートこうあのサスペンダーというか赤い釣りがついていてでこう フリーーツスカートですよね膝ぐらいの丈かもうちょっと短いかなというような今時はまず見かけないファッションでもね1965年生まれのさくらももこさん自身の,あの少女時代を投影して描いたのがちびまる子ちゃんだっていう話なんですけれども私1967年生まれでね 私もね子供の頃赤いいスカートよよく履いてたんですよウィキペディアなんか見ると戦後学校の制服としてもうつりスカート特にプリーツスカートのものが普及したみたいなこと書いてあるんですけど、うん、制服ななんかかじゃなかったですね私の記憶にある限り赤いつりスカートは女の子に人気のあるこう普段着でしたよ。ええ あの丈夫なね。こう。結構厚手の生地というかしっかりした生地でできていて、あのこうかっちりと硬くこうね。ひだがつけてあるんですね。で、案外。まあアイロンかけるとあのプリーツが復活してね、うん。お洗濯もできることから、結構人気の子供服だったと思うんですよね。ちょっと遅い期間もありますしね。 うん、改まった格好の時も着てもおかしくないで私もだからね赤い釣りスカートよくはいてたんですがしかしまあ服の流行っていうのはどんどん変わるもんですから今どきあんなの着ておかっぱ頭の子がいたらねちょっとねえあの子変わった格好してるって感じになると思うんですよね。しかししか幽霊はどううななんでしょうね亡くなった時の姿の姿まま 現れるなんていうこともあるのかもしれないなと思ったんですけどね。えー、1983年の出来事です。仮のお名前ユリさんという女性がいまして、当時ユリさん中学校2年生でした。ユリさんたちの学校は中二になるとあの夏休みにですね林間学校に行くことになっていた。 それでユリさんたちもね行くことになった一つの班がね7人で男女で分けられてる女の子ばっかりの7人の班ユリさんの班にはねなんか彼女の当時の仲良しの前田さんっていう女の子がいてね前田さんと同じ班になれたから喜んでたでバスに乗ってでみんなで行くんですねバスガイドさんがついているバスガイドさんがねこういろんな場所の説明をしてくださるんです目的地はね 山梨県の埼湖というところです西に湖と書いて埼湖と言いますこの埼湖の湖の湖畔にある民宿村に泊まることになっていたんです民宿村ねえ変わってますよねえ一体どういうことなのかというとこれはバスの中でバスワイドさんが説明してくださいました 先ほど申し上げたように1983年のことですからバスガイドさんが言うには今から17年前の昭和41年にこのサイコの周辺は大変な土砂崩れの被害にあったんです豪雨による大規模な土砂災害である集落はすごい被害を被りました。 約200人の村人のうち63名がお亡くなりになってそして村の約40軒の家のうち3軒しか残らなかったということなんですよあとはみんな土砂に押しつぶされてしまったということなんです犠牲者の中には今日このバスに乗っている 皆さんよりももっと年下の幼い子どもたちも大勢含まれていました大変お気の毒なことなんですけれどもその集落の方々は非常に精神的に強くてたくましくみんなでもう一回村を再建しようとなさったんですそれで土砂に押し流されてしまったその元あった集落に隣接する土地を あの国から借りまして借り上げたところに民宿村を立ち上げたというわけなんです。今日は皆さん民宿村に着いたら村の方々が皆さんに自然教室や何かいろんな面白いことを指導してくださるんで是非たくさん学んで楽しんでくださいねみたいなことを説明するわけです。それを聞いてゆりさんはちょっと恐ろしくなったそうなんですね。 あらかじめ地図を見て西湖がどこにあるか民宿村がどこにあるか分かっていました学校から事前に配られたプリントにも絵地図が載ってましたするとね民宿村のすぐ横にね「青木ヶ原樹海」って書かれてたんですよ。樹海じゃないか樹海にある村じゃないかっていうふうに ユリさんは思ったんですねそれだけでも怖かったのにえ、そんなに大勢人が亡くなったところなのと思ったらなんだかねちょっとぞーっとしちゃったんだそうです青木ヶ原樹海っていうのはねユリさんがその頃そうですね、1980年代の最初の頃もうご存知だったわけです私も多分ねその頃すでに知っていたというのも なぜかっていうとう、ね、テレビで「あなたの知らない世界」っていうね面白い番組やってたんですよね。そこで受海特集みたいのも確かあったような気がするしそれにもうねあの受解に幽霊が出るだの受海はなんだかあの自殺者が多くて恐ろしいだのっていうのはそれよりずっと前の60年代ぐらいの頃からすでに有名な話だったんですよ。 だからね、まあね、あの、好奇心旺盛な年頃のゆりさんが、まあ、樹海といえば、自殺、自殺といえば、怖い、幽霊みたいな風に連想しちゃうのは無理もないことだったんです。実際にその場所についてみるとね、非常に綺麗な、あの、緑の森です。深い森なんですね。そしてね、お天気も良くて。 古も、ね、非常に、ね、美しい眺めです民宿村これも当時は新しくてで、まあ、ゆりさんたちが泊まることになったその建物っていうのも、まあ、できたばかりのように非常に綺麗でモダンでねもう子どもたち大喜びですよ。わーいってなもんで2階建てだったそうなんですけれども。 当時のね昭和のその頃にしては新しい感じで非常に大きく窓が取られていて最高がたっぷり最高ね光を取り入れる最高がよく考えられたようなこういった客室の作りになっていたゆりさんたちが割り当てられた部屋というのは角部屋で他の部屋よりも少し広くてみんな大喜び大きな窓が2つありました一方はね 湖を眺める窓湖面がこう見えるんですって窓から。ねえでもう片方は樹海の方を向いている窓着いたのは早い時間でしたからもちろん明るいわけですねだからまあみんな大喜びで「わあすごいいい眺めだね」ぐらいのことしか言ってない。ささんはさっきののバスの時から ずっとなんとなく怖いなと思っていたんで樹海の方の窓を見てこっち側で寝るの嫌だなと思ったんです。で彼女はね言いましたみんなお布団の場所決めないじゃんけんでさ勝った人から好きな場所で寝れることにしないって提案したんです。7人いますからねじゃんけんしたら 7人の中で最後まで負けるなんていうのは滅多にあることじゃないというふうに彼女は思ったんですよそれにまた受会側を嫌がる子もそんなにはいないんじゃないかなと思ってたんですみんなには怯えた様子がなかった自分だけがなんだか怖がってるみたいと思ってたんですみんな笑顔でしたからねで、じゃんけんをしたねえ 言い出しっぺがバカを見るというかね一番負けちゃったんですゆりさんがそしてね誰も受会側の窓の窓そばでで寝たたがらなかったんですよゆりさんがね呆然としていると仲良しの前田さんが「ゆりごめんね私隣に寝るから」とか慰めてくれるみんなもね 密かに怖いと思ってたんですねまあ気を取り直してそれからまあ夕ご飯で夕食後これはね肝試しに行くことになってた肝試しって言ってもまあ耐えないもんで村の中のいろんなところのポイントポイントに懐中電灯を持った先生が立ってるその先生たちの間をこう巡っていけばいい順繰りに順繰りに巡ってゴール地点は「 村の廃校、村外れに立つ廃校舎なんですこれはね土砂災害の前から立っていた古い建物で木造の校舎でしたその頃はもう使われてなかったこの廃校の前で先生が待ってるって言うんですそこがゴールで地図を見ながら懐中電灯で道を照らしながら 暗い中のね道をこう一生懸命歩いていくわけですね。最初はちょっと怖いなと思ってたんですけど何しろ半ごとに歩いてて仲良しと一緒だからだんだん楽しくなってきて全然怖くないねとか言いながら歩いていく。とねもうちょっとでゴール地点だっていうところでお地蔵さんを見つけたんですってあお地蔵さんだ石地蔵でした。鮮やかな色の まだ備えられてて日が経ってないお花が手向けられているお供えしてあるねゆりさんはバスガイドさんに聞いた話を思い出して「そうか私たちよりも幼い子どもたちも土砂災害で亡くなったんだよな」なんてねそれで「みんなちょっと待って私ちょっと手合わしてくから」。 でなんかゆりさんこうしゃがんでねお地蔵さんの前にで「これから2泊3日この村にお世話になりますよろしくお願いします」なんていうふうにお祈りしたんです他のお友達たちは手を合わせたりはしませんでしたなんとなく神妙な顔をしていただけ仲良しの前田さんが「ゆり早く行こうよ後ろの班に追いつかれちゃうよ」 なんていうそれで廃校舎の方に歩いてったその時は何も起きなかったただ今は使われてない校舎が不気味だっただけです宿に帰って枕投げなんかをしてね遊んで「もう夜はね疲れちゃって結構早めにみんな眠っちゃった」。 さんも枕に頭つけるとすぐにふーっと眠くなって眠ったなんとなくね樹海側の窓怖かったんでそっちのガラス窓は閉めてましたどういうわけだかカーテンがなかったコン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  窓ガラスを立て続けに軽く叩く音で目が覚めたふっと目を覚まして自分のすぐそばにある窓の方を見るすると真っ暗な樹海の方なんですけど窓ガラスのとこにね人がいる。 そこは2階なんですけどね小さな女の子が浮かんでるおかっぱ頭で白いブラウスを着ているその子が窓ガラスを叩いているコン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 ユリさんと目を合わせて「入れて入れて中に入れて遊ぼう」って言っているコン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 。 ゆりさんは立ち上がって窓のところに行って「可愛いい女の子だな」と思ったそうです。浮かんでるなんてありえないから何しろ2階だし窓の下には立てるようなところがないそんなことはできるわけもないんだからこれは夢に違いないと思ったんです。 夢だとと思うと怖くはなかった女の子は小学校の1年生ぐらいに見える小学校の低学年だなっていうことがなんとなくわかるつやつやしたおかっぱ頭で色白のかわいい子赤い釣りスカートを履いているそして素足に白い三つ折りソックスでもねその三つ折りソックスが 泥でで汚れててるんですってだけど他には特に変わった様子がない整った顔立ちでねあら将来美人さんになりそうなすごい可愛い子だなとゆりさんは思ったガラガラっと窓ガラスを開けてあげてすると女の子はスーっと飛び上がってポンとゆりさん隣に降り立った。 ゆりさんは窓ガラスをまた静かに閉めてピシャン女の子は「ありがとう何して遊ぶ?」ゆりさんは「うんどうしようかみんな寝てるから静かにね」女の子は「鬼ごっこしよう」というでお姉ちゃんが鬼ね「私逃げるから捕まえて」 と言って走り出すあダメだよそんなあの走ったりしちゃダメみんな起きちゃうから」っていうのに「女の子は全然言うこと聞かないんです待って待ってダメだったら」っていうのにバタバタと走り出して部屋中走り回るみんなが寝てる布団の周りをぐるぐるとそのうちドアを開けて廊下に飛び出す廊下をバタバタ駆け巡ってで廊下にね流しがあった。 五つ蛇口の水栓が並んでたそれを全部女の子開けて回るガーッとねこうすごい音で金属栓流しにこの水が叩きつけられてやかましいったらないああもう先生に怒られちゃうよと言いながらゆりさん水を止めて回るでも頭の中ではどっかででも夢だからなと思ってるね夢って不思議なもんですよね。 夢の中っていうのは何かつじつまが合わないことが起きててつじつま合わないよなって思ってても夢だとありうるみたいな夢の中だけのストーリーが展開していくみたいなことがあると思うんですゆリりさんは全くそんなような意識の状態で「ああもう水がすごい音で当然そんな音したら先生飛んできそうなのに飛んでこないでも夢だから」で片付けちゃうで一生懸命水を止めたりして「待て待て」って言って女の子を追いかけるだんだん面白くなってくる。 女の子はももうね、すす。ごいい身足速んで男の子たちの部屋に飛び込んで「ダメだよそこ男子の部屋だよ」っていうのに入っていっちゃうで柔道部にいるね鈴木くんっていうね大柄な子がいた鈴木くんのお腹の上に飛び乗ったりして「あ鈴木くんにあダメだったよ、鈴木くん怒らせると怖いんだよ」とか言ってるのに聞かないピョンピョン飛んで鈴木くんも寝たまま起きないんだそうか夢だからとか思ってでまた駆け出してって。 まあそうこうするうちにね時間が経ちまして思ったよりも早く朝になっただんだん夜が明けてきたんですね窓の外がしらじらと明るんできたすると女の子がちょっと悲しそうな顔になって「お姉ちゃん私もう行かなきゃだ」って言う「あそうじゃあまたね」とゆりさんは言う女の子が「うん」 と言ってその途端にパッと姿が消えた窓から外に飛んでくのかなと思ったらそうじゃないまるで何かのこう電気的なスイッチを消した時みたいにパチッと消えてしまったゆりさんは変な夢見ちゃったなと思いながら部屋に戻って布団に入って寝たんです 翌日昼間はみんなといろいろな活動をしてまた夜になった。するとね、また前の晩と同じことが起きたんです。コン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 。窓ガラスが叩かれて起きてみると昨晩のあの子が来てる。また同じ格好、白いブラウスに赤い釣りスカート。 そして汚れた三つ折りソックス、おかっぱ頭、同じ子です。ニコニコしてる。すごく可愛いい笑顔です。お姉ちゃん、遊ぼう。また遊んで。いいよ。何しろ、誰にも叱られませんでしたし。やっぱり夢の中だから、あんなに大騒ぎしても大丈夫だったんだともうわかってる。中に入れてやる。窓閉める。 お姉ちゃんまた鬼ごっこでもいいいいよかくれんぼでも鬼ごっこでも何でもいいよ2人は楽しくそれなりにね、まあ、小さい子の相手だから楽しくっても中2のゆりさんには限界はあったでしょうけど、まあ、そうは言ってもまあ楽しく遊んだしばらく遊んでいたらだんだん夜が明けてきた すると女の子は悲しそうな顔でゆりさんにこう尋ねたそうです。お姉ちゃんん明日も遊んでくれるゆりさんは「うーん明日は帰っちゃうからな」と答えたゆりさんはその時「この子は幽霊なんだろうな」というふうに思っていた。 夢の中ではありますがきっと夢の中にあの廃校に通っていた小学生の幽霊が現れたんだろうなというふうに考えていたこの子は土砂災害で亡くなった子なんだろうなごめんねお姉ちゃんも死んじゃったら ずっと一緒に遊べるんだけどね」とゆりさんは言ったすると女の子は急に恐ろしい顔つきになってゆりさんをぐーっとにらみつけると「じゃあお前も死ねばいいんだ」と女の子がのぶとい声で言って見れば恐ろしい形相そしてゆりさんの首に手をかけた ところがその手が子どもの手ではない大人の男の手なんですたくましい太い指でクイックイクイックイと首を絞めるものだからたちまち息が詰まって気が遠くなってしまったそして意識を失いましたさあ この続きはまた次回にいや、まあ、夢だったらね階段にはならないわけですよただの変な夢だったらねというわけで夢だったかどうかはまあ、次回のお楽しみにっていうことで 今回は前回のゆりさんの話ののの続きです前回のユリさんの話、まあ、ざっとあらすじを述べますと1983年に当時中学2年生のゆりさんという女の子があの学校のみんなと一緒に林間学校に行った。でどこに行ったかというと山梨県の最古というところ青木ヶ原樹海のすぐそばそして湖畔に民宿村というものがありました。この民宿村は えー、昭和41年1966年にですねあの大規模な土砂災害の被害を受けて村民200名のうち63名が亡くなったというそういった村でしたで生き延びた人々が、まあ、民宿村という形であの村を再建したんです、えー、もともと被害を被った場所のすぐ隣接するような土地を青木ヶ原樹海に少し食い込むような形で。 まあ敷地を借りまして、でそこにさまざまな施設を建てていた。で林間学校や修学旅行の生徒の受け入れ何かをしてたわけですね。でバスガイドさんからそうした説明を受けたユリさんはあの行くのが少し怖いなと思いながら民宿村に着きました。なぜ怖いかというと彼女はあなたの知らない世界みたいなのをよく見ていたんで青木ヶ原樹海の幽霊みたいなことをすぐに思いついちゃったわけですよね。自殺者が多いんじゃないかとか。 しかしついてみると非常に風光明媚なところ、えー、ゆりさんたちの班は女の子ばかり7人でえ角部屋を割り当てられてえ窓からはこうね湖が一望できるそれでもう一方の窓からは青木ヶ原樹海が見える樹海側の窓に近いところに布団を敷いて寝ることになってしまったゆりさんは、えー、夜になるとコン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 と 窓ガラスを叩く音で目が覚めましてで目が覚めると窓の外に女の子が浮かんでいるので「えこれは夢に違いない」というふうに思い込む女の子は赤いいりりスカートを履いておりましたさてこの女の子と2晩続けて鬼ごっこなどをして遊ぶ前の晩にもバタバタ走り回って遊んだんですけれども 誰誰もも目を覚まさなないいにも叱られないんですねだからますます夢に違いないと思っている2泊3日の予定でしたから2晩目最後の夜ですまた女の子が現れて一緒に遊んだすると女の子が「明日も遊んでくれる?」というふうに聞かれたのでゆリりさんは「死んだらずっと一緒にいられる」みたいなことを言ってしまった。すると女の子が 急に怒った顔をしてゆりさんの首をギュウギュウと締めたその手が男の手大人の男の手ですごい力で首を締められて意識を失ってしまったさてゆりさん気を失っておりましたしかしゆりさんは夢の中の出来事だと思っていたわけですゆりゆり ゆり起きてすごいうなされてるよ大丈夫肩をゆすぶられて起こされたパチッと目を開けるとお友達の前田さんゆりさんがじゃんけんで負けて樹海側に寝ることになっちゃったの同情して隣に寝てくれてる前田さんが心配そうな表情で顔をのぞき込んでましたゆり 大丈夫ごめん起こしてでもさすっごいうなされてたからさあそうなの何が何だかわからないさっきまであの赤い釣りスカートの女の子と遊んでたと思ったら首を絞められて気を失ったと思っているしかし周りに言わすと布団の中に入っている枕に頭を乗せているあやっぱり夢だったんだと思うような状況です 前田さんは大丈夫具合悪くないうん平気ごめんね心配かけてうん平気ならいいんだけどさすごいうんうんうん言ってるから私まで目覚めちゃったよあそううんなんか目覚めちゃったかなトイレ行ってこようかなゆりさん体を起こした。 すると前田さんがぎょっとした顔をしてゆりゆりあのあの本当に何にもなかったのなんていうあああのね変な夢見たんだよねあの小さい女の子と遊んでてその子幽霊なんだけど。 で、明日も遊んでくれるって聞かれたからねあの私もあの死んで幽霊になったら一緒に遊べるかなと思って「死んだらいられるよ」みたいなこと言ったらね「じゃあお前も死んじゃえばいいんだ」とか言って首絞められたんだよね前田さん真っ青になりまして「えやだ私何も見てないからね」って言って目をそらして布団に入っちゃった。 何何っ,て言ってもう答えない。もう私もう一回寝るから私何も見てないからね」って言うえな何だろうとりあえずトイレ行ってこようと思ってゆりさん起き上がってトイレに行きましたトイレで用を足して洗面所で手を洗うその時ひょいっと鏡を見た すると、ね、鏡にね自分の顔が映っていてそしてねこう首に赤黒い変な跡がついている指の跡なんですよ大きな手で首をギュッと締められた跡のような前田さんが怯えた理由が分かりました これを見たからなんですゆりさんは変な夢を見てねなんて話をしたんですけれどもえ夢じゃないじゃないかと思ったのかどう感じたのかとにかく前田さん怖くなったんでしょうねゆりさんだって鏡見て怖くなりましたえどういうことこれ だって寝てたし夢だよねえでも首絞められた後だよねこれえやだ何これ怖と思って以降ずっと長い間この話を誰にも打ち明けずに来ましたさて それから五年経ちまして中学校の同窓会が開かれたんですゆりさんも参加した前田さんも来てたそれからね前回話しましたけどあの赤い釣りスカートの子がボンボンとお腹の上で飛び跳ねた柔道部の鈴木さんまあ鈴木くんももうねあの中学校卒業してますから ままだ柔道やってたかかどどうか知りませんけど、えー、その子も来てたやがて話題が林間学校の時のことになりましたゆりさんはちょっと怖いことを思い出すのが嫌でなんとなく聞き役に回ってたみんなあの最湖でボートに乗った話とかね自然体験学習の話であるとかねなんかそんな話を最初はしてたんですけど だんだんと話題があの民宿村の夜のことになった。鈴木くんが言いました。あの晩さ、なんかさ、夜中、なんかはしゃいで走り回ってるやついただろう。僕のお腹の上に飛び乗ってさ、ボンなんてさ、跳ねたんだよ、そいつ。ひどくない目覚めちゃったよ。なんていう。すると他の連中も、 あ,あいたいたいたよね誰だかわかんないけどさバタバタ走り回っててさ枕元をさもうめちゃめちゃうるさかったよねドイツだよ今日来てんのいやあれ人間かなあんだけさうるさくしたのにさ誰も怒られてなかったでしょ普通先生がさ起きてきて叱るよねあんなことあったらさでも俺も聞いたよすごかったよね大騒ぎして走り回ってたよね なんか襖開けたりとかさゆりさん怖くなってぞっとしながら黙って聞いてるとそばに立っていた前田さんがくるっと彼女の方を振り向いて「ゆりゆりもさ首絞められた後あったじゃない私さ怖かったから言えなかったんだけどさ こう首に赤くさ首絞められた後あったよね。でもさ夢で首絞められたって言ってなかった本当に夢だったのとゆりさんは私にこんな話をしてくれたんですよ。私はそこまで聞いて 怖い話ですねぜひ書かせてください」と彼女に言いましてねで彼女すごく喜んでくれてでそれからまたね年が近かったし何となく話があったんで30分近くかかなそれから雑談したんですよ何となくねゆりさんの現在の職業であるとかねどんな生活をなさってるのかそんなところにも興味が湧いてきましてね それれなくくくお伺いしたら、まあ、非常に心よく答えてくれるわけですね。私「私キャンプ場の管理人してるんですよ」とおっしゃるこれはまた面白い職業だと思いましてね「まあいいですねどちらのキャンプ場ですか?」とお尋ねしたら「山梨県のペケペケペケ町のペケペケペケです」と 答えられた私はそれを聞いてすーっとなんとなく血が引くような思いをしながら急いでひそかに目の前にパソコンがあったんですぐにパソコンで地図を呼び出しましてねで検索ボックスに今聞いたばかりの地名を入れてみた。すると案の定そこは山梨県の 最古の例のの例民宿村すすぐ近くなんです隣接していると言っていいような場所なんですよ彼女はそのことに何にも疑問を持っていない様子なんですそれでまあ管理人もね結構大変なんですよね結局住み込むしかなくて とおっしゃるで私が「え通いではないんですか?」いややっぱりね住み込むしかなて言ったら「テントや何かキャンプ用品の貸し出しとそれからキャンプ場全体の管理のほかに利用者の方のお問い合わせであるとかあとご要望にね応えるようなそうしたサービスも担ってるもんですからどうしても夜間もいなくちゃいけなくてああそうなんですか大変ですね」 えー、まあ大変ってことはないんですけどついこの間もねこんなことあったんですよねあの管理人室に夜中になってねお客さんが飛び込んできてほうほうそれで「どうされたんですか?」っていうふうに聞いたらしたらね幽霊が出るって言うんですよえー、幽霊ですかえー、それがねテントの周りをねバタバタ走り回るんだって言うんですよ。えー、それでね 私聞いたんですよそれはもしかしてちびまる子ちゃんみたいな幽霊じゃなかったですか?」ってそしたらねお客さんが「どうして分かったんですか?」ってびっくりされたんですよね。でもねこのキャンプ場いるんですよ赤い釣りスカートを履いたねちょうどさくらももこさんの,あのちびまる子ちゃんみたいなおかっぱ頭の。 そうですね67歳ぐらいかな小学校低学年ぐらいの女の子の幽霊がね座敷わらしみたいなもんですよって私お客さんに答えたんですけどね特に何にも害があるわけではないんですよ。私ははとっさには言葉が出ませんでしたねだってゆりさん 声が笑ってるんですよ何も不思議には思っていないんですおかしいでしょう変ですよねどうして自分が体験したことと今のキャンプ場の出来事をこう結びつけずにいられるんでしょうか私はその時思い出したんですよね 例の女の子の幽霊ゆりさんが夢の中だとばかり思っていたあの林間学校の二番目の夜に彼女に言いましたよねまた明日も遊んでくれるってねあの子結局 願いを叶えたんじゃないかなって思うんですよねはい絶対呼び戻されてますよね誰が聞いてもそう思うと思うんですけどゆりさんだけはそうした自覚がないんですよねご自分の現在の状況と その林間学校の頃の、その出来事。全く結びつけてないんですね。その不思議さというか、薄気味の悪さ。っていうのが。ちょっと今でも強く印象に残ってる話です。 前回のお話にも靖国神社がちょっと出てきましたけどね靖国神社っていうのはあんまり心霊目撃談とかねあの怪奇現象に遭いましたっていうような体験談っていうのがないところなんですよね。霊感の強い知り合いはあの靖国神社の境内の中は浄化されてしまって霊なんかいないっていう人もいる。 ただ兵士の霊を見たっていうような話は何かにこうまことしやかに書かれているのを私も読んだことがあっているのかもしれないけれども案外とお話が少ないんですね寄せられたことは少なくとも私のところには一個もないんですところがその近く靖国神社の北側の 富士見とというところがある富士山に見ると書いて「富士見」今はねあの高層ビルに遮られて全然見ることはできませんけど昔はそこから富士山が見れたって言うんですねだから富士見という地名が江戸時代につけられたっていうそういう場所があるんですがその靖国神社の北側の富士見の辺この辺にはねどうもね階段が多いんです。 階段っていうとねなんか作り話の昔の民話みたいなものも含めての階段なのかなと思われるかもしれませんがそうではない実話の方なんですさて20年前ぐらいまでこの富士見の辺りに、えー、お勤めになっていた仮のお名前を安子さんとしておきます安子さんという方から伺ったお話です。 靖子さんがお勤めになっている会社その企業の某会社の社屋というのはこの富士見にありまして靖国神社のすぐ北側で、えー、とある大学のキャンパスと、まあ、隣接していたっていうんですね。でこの会社には、まあ、入社した時から「うちね出るよ。七不思議とかあるしね階段いっぱいあるからきっとそのうちね 聞くことになると思うけどまああんまり怖がらないで。はあ、と安子さんねあのもう入社した時からそんなこと言って脅されるわけです。しかし彼女は自分には霊感があると思ったことがないだから別に何にも見えないだろうなと思っていたんです。でいろんなね先輩たちやね同僚からね「今そこの廊下に何か白い影が立ってた」とかねあの 昨日残業してたら外から窓をコツコツ叩かれたとかねこんな話を聞かされても「はあはあ」と言ってなんとなく聞き流してでも私は見ないし感じないからなと思っていたんですしかししばらくお勤めになっていたらある時そんなに遅い時刻ではなかった夕方ぐらいコピー用紙がね足りなくなったそれで 私取ってきますと言ってで地下倉庫に向かったエレベーターでね地下に降りてくるで台車を持ってったそうですで台車を持ってくそうすると地下の倉庫に500枚でね一組になったコピー用紙のこう束っていうかブロックになって包まれたものですねそれがまあ,あるついでだからたくさんね持ってって上にストック作っとこうと思ったわけですだから台車持ってい 台車に一生懸命コピー用紙のブロックを積んでいるとするとねこう変な音がパキッパキッパキッとね壁の中からするあな何だろう変な音するちょっと気味が悪い地下倉庫は広くてあのコンクリート打ちっぱなしみたいなね壁で殺風景なところです で棚がいっぱいあって奥の方なんか薄暗いから不気味といえば不気味でも電気もつけてますしねうちのビルも古いからな気にしないどこと思ってでコピー用紙積み終わってさあじゃあまたエレベーターで上に戻るかと思ってまあ歩き出そうとしたらその時目の前の空間を カッ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 と女の人のハイヒールの音が空中を駆け上がっていったそうです見えない階段があってそこを駆け上がっていったようでしたよというふうに安子さんはおっしゃるんですねそれでこの話を彼女はまあ同僚にしたんですよさっきね 近い行ったらねハイヒールの音がねカツ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 ってね空中を駆け上ってったのへえついに会っちゃったねうんついに会ったわ私霊感ないのになまあ彼女がこんなふうに思っていると翌日上司に呼び止められまして「君なんか?」 あの怖いもん見ちゃったんだって?」と言われたで「いえあの見てはいません音だけで大したことじゃないんですよ」と彼女が上司に言うと「上司は普段あまりふざけたことを言うような人ではないのに実はね私も見たことあるんだよ」という「あそうなんですか?」 いや私はね見たんだよこうね階段のとこにね玉が浮かんでたへえ玉ですかそう大きなビーチボールみたいなね玉なんだでもその玉がねモザイクなんだよ 安子さんお嬢さん育ちで真面目な方だったんでモザイクと言われてすぐにはピンときませんでモザイクっていうとあのタイルのですかと言ったと上司はハッとした顔であいやそういうんじゃなくてあのほらなんだあの手のビデオとかであるじゃないかモザイク処理したりしたあれだよあんな感じに モザイックになってたんだな、玉が。と、なんか言いづらそうにして。そそくさと、彼女の前から立ち去った、そうなんですね。こんなお話を聞きました。<noise> しょっちゅうあった、そうなんですよ。ただね、もう、あの、その場所から撤退してしまって。えー、今はもう、そこに社屋がないということなんですけどね。 はい、あのですからねあの次回もこの安子さんの体験談とあと隣接するところにあの大学のキャンパスがあるって申し上げましたけどその大学に伝わる、えー、階段とそれからその階段の原因になってるのはこれなのではないかなというまあ,あの謎解きというかその種明かしと申しますかね それを次回お話したいいと思います前回に引き続いて千代田区の富士見のあたりにあったある会社にねお勤めだった安子さんの体験談から始めたいと思うんですけれどもえー 靖子さんの会社本当にね会談多かったんだそうですよ。それでまあ社員の中にはね靖国神社の北側に社屋があるからすぐそばだからだから兵隊の幽霊が出るんじゃないかなんて言ってる人もいたそうなんですね。靖子さん自身が体験したまあ前回お話したのはハイヒールを履いた女の足音であったりねまた上司が見たというのは モザイクを固めたようなビーチボール台の玉であったりなんだか兵隊とは関係がないみたいなんですけどしかしその後兵隊に関係があるるようなな体験もなさってるんですね夏の夜なんですけれどもお盆の頃だったんですが、えー、そんな頃でまあね20年以上前ですから会社に残って残業していたついに一人になってしまった。 で夏で暑いんで窓は閉めっきりで冷房をかけてるわけです。急に窓の外から新聞ンンラッパのような音が聞こえた。あなんだ今のと窓の方をふっと見る。するとカーテンがひらーっと大きくこう持ち上がったっていうんですね。風でこう舞い上がるみたいふわーっと。 え窓は閉めてるんです。風もないいのにおかしいじゃありませんか思わず固まっていると今度は目の前の他の同僚のデスクの端に置かれてた雑誌があったそうなんですけど置きっぱなしになってたその雑誌のページがペラッペラペラペラッペラッまた少し戻ってペラペラペラッ 誰かがそばに立ってページを適当にめくってこうね好奇心からなんか見てるみたい。ゾーッとして帰ってしまったということなんですけどねあれは兵隊の幽霊だったかもしれませんよねなんておっしゃるまあ不思議です。 ではこの安子さんがお勤めになっていたこの会社今もうそこにはないんですが隣接していたそのキャンパスこれはありますある大学のキャンパスがこのビルに隣接していたそのキャンパスの方でもこれがまた一昔前まではたくさんこう怪談というか会議目撃談というかねそういうものがあったんですよ。 特に多かったのが、えー、この本に私が書いた時点で十数年前っていうんでもう20年ぐらい前になっちゃうかもしれないと思うんですけど20年近く前に取り壊した、えー、学生会館学生会館にはあの本当にたくさんあの幽霊目撃談があってで学生たちも夜になると、まあ、近づくのも怖い。 中に居残りをするのは嫌だというようなことを言う人たちもいたというんですね学生会館の大ホールまあ、小ホール大ホールってあったんでしょうねそのホールに顔が半分無残につぶれた着物を着た女の幽霊が現れてで着物のこの袖で竹竿を磨くっていうんですよ。ねえ。 意味不明ですけど竹座を磨く顔がつぶれた女の幽霊が出ると言われていたそれから外国人風の顔立ちをした子供の幽霊がいてこれが座敷わらしなのではないかと言われていたこれが夜になると学生会館の中を縦横無尽に走り回るっていうんですねで、さらに学生会館の地下には 70年代の学生運動が華やかなりし頃に、えー、リンチ事件が実はここで起きまして、でリンチ殺人事件だったんですけど、リンチの末に死んだ、えー、大学生の幽霊が現れてシクシクと泣くというんです。その他に学生会館の周辺を、えー、兵隊が行進するような足音がざざざざとねいう足音がまあ あのこう学生ホールの周りを回る建物の周りを回るであるとかこういった七、まあ、不思議的な話が、まあ、学生の間で言い伝えられていたというんですねでもこの学生会館は取りり壊されててしまってまっ今もあせん一体この「富士見の辺なぜこんなふうな階段が多いのかなと思って。 この土地についていろいろとまあリサーチしてみたんですよするとねちょっとねこれは面白いなと思ったお話を見つけたんですねこのお話はあの本に書かれているものなんですけどね岡本起動という作家を皆さんご存知でしょうか代表作というかまあねテレビドラマなんかにもなった 七鳥物町なんかを書かれた有名な作家さんでもとっくの昔に亡くなっている方です。えー、この昔々の作家さん岡本喜道岡本喜道についてはね東正夫先生が「江戸東京怪談文学散歩」という面白い本を出されていてこちらにも書かれてるんですけれども岡本喜道の家というのはこの富士見一丁目の 2号半坂というところに立っていたんですでこの家の近所でまず木戸は3つの時に神隠しに会うんですね東先生が書かれているのはその辺りのお話です。で紙隠しに会いますがひょっこり出てくるということが3歳の頃にあった。それからあの木戸の家というのはね後に火事になってすぐ近所に引っ越すことになってしまうんですが。 その家というのがちょっと普通の家ではなかった。どんな家だったかというとまずお父さんが障子越しにこの女の影を見るんですね。ところが障子を開けるといないんです。外に何にもない。誰も立ってない。でも影が映ったというようなことが度々あった。それから お母さんが夜廊下を歩いているとこう歩いていたこの手にさらっと長い女の冷たい髪の毛がさらさらと当たったって言うんですねぞーっとしてお母さんがこうたたらを踏んで立ち止まって後ろを慌てて振り向く誰もいない こんなこことがあったこれも一度や二度ではなかったっていうようなことを、えー、岡本喜童が「父の階談」という話に書いてるんですよ。でこういうことが度重なった後にこの家は不審火で焼けてしまうんです。でこの家というのは古い旗本屋敷でした。でそれを岡本喜道のお父さんは借りてたんですね。 あの借家に出されてただからここを賃貸してたわけです火事で焼けちゃったでもまあ仕事の都合もあったんでしょうそのすぐ近くにまた別の家を借りて引っ越したすると前の家に出入りしてた酒屋の御用聞きが新しい家にも訪ねてきたで「あこちらに引っ越されたんですか」時に 妙なことを伺うようよですが前のお宅にいた時に何か変わったことはありませんでしたかなんていう一体どうしてそんなことを聞くのかというふうにまあ問いただすと「いえすいえすいません実はですねいつか話さなくてはいけないと思ってたんですけれども前の家は江戸時代の頃 旗元屋敷だった時からこの界隈で有名なお化け屋敷で開かずの間があったんですよ。ところが賃貸に出すにあたってこの開かずの間の封印を解いてしまったんです。だから何かあったんじゃないかなと思ってという話だったんですねだからね。 私思ったんですけどその時開かずの間の封印が解かれてまあねいわばパンドラの箱を開けたような状況になりましてで地味毛陵がねそこから飛び出していまだに不死身の辺りをばっこしてるんじゃないかななんて考えちゃったんですよね。 えっと、明治5年生まれなんで本当に明治の最初の頃19世紀の終わり頃に生まれて明治時代から活躍されていた方ですねで岡本喜怒についてはね,ね、まあ、縁があると言っちゃおかしいんですけどね勝手に縁だとか思ってるのはおかしいんですけどあのあれなんですよねまず私あの比較的最近鯉っていう魚の鯉ですね。 恋っていいう階段を書いたんですよ去年なんですけど「実は来たんじゃがん」っていうのに「恋」っていう話を書いてでその続編として「えー、と108階段濡れ女」っていうこれは今年の1月に出した本なんですがこちらにもあの「漁服に葬らる」っていうタイトルであの恋の続編みたいな話を書いたんですね。でそしたらねね岡本道も、ね、恋っていうタイトルの 階段を書いてることを後で知ったんですよ。で、あの真似をしちゃってるようだとまずいなと思ったんですけど、全然真似じゃなくて、書いた後に気がついたんですけど、しかもね、その岡本喜堂は恋っていう作品の中で、漁服に葬られる、漁服に葬られるっていうようなね。そういう言葉をちゃんと使ってるんですね。これ、今はね、もう死後というか、使われなくなっちゃった。あの、まあ、慣用句みたいなもんでね、要するに。 溺死したとかね、水死した人のことを漁夫に葬られたというふうに、婉曲に表現したもんなんですよ。要するに、魚の腹に収まったってことですよね。魚に食われちゃった、海の木屑になった、みたいな感じですよね。漁夫に葬られるってですね。で岡本喜堂は、それを例え話として使っていて、というのは、えー、鯉のぼりの鯉が出てくる話なんです。紀堂の方は。で あの鯉のぼりの鯉の中に人が飲み込まれて亡くなっているのが見つかる話なんですね、えー、だから魚服に葬らる文字通りだったといいううような感じの階段を書いているんです私の鯉の方はそうじゃなくて本物の生き物の魚の鯉が出てくる話で、えー、大変怖い怖いと好評なので、えー、興味がある人はぜひ実は来たんじゃがん」の方をあのお買い求めになって読んでいただけるといいなと思ったりします。 それからままだありまして起動はね最近、えー、とこのお話を公開する頃にもしかするともう発売になってるかなと思うんです5月18日か16日か5月16日か18日にそのぐらいの頃に、えー、書店に並ぶことになる、えー、講談社さんから出す本なんですけど。 眠れなくなくる階段沼、実は四谷怪談という本を書いたんですけどねその本を書くにあたっていろいろ資料をあたっている時に岡本喜道も四谷怪談について書いているのを見つけましてでその本もね今回のお話でちょっと名前を挙げさせていただいた東正雄先生がアンソロジーの中の一編としてあの取り上げていてあの中に入れてたんですけれども。 岡本喜道のはそのお父さんがあの、まあ、江戸時代の方ですから武、まあ、武家階級武士階級、級士の人だったんですねでその武士階級の人たちにとっての,あの四谷階段は階段ではなくて田宮家右衛門と大岩さんは仲むずましい夫婦だったというようなで二人で家を再興したのだというような良いお話だったんですね。 でこれは現在の,あのいわゆるお祝いなり荼宮神社に伝わるあのこのお祝いなり演技と同じ話なんですよ。だからねその辺がちょっとまあ,あの庶民の、ね、人たちと町民と武士の,の間で。 少しこう何を信じていたかどんな四ツ谷怪談が伝わっていたかという話に食い違いがあるのかなというふうなことも考えながらあのすごくく興味深く読んだんですねだからなんとなくねあの勝手に私がねお昔に亡くなった大作家さんなのにね縁があるとかね思ったりして他にも岡本喜怒は面白い怖い話たくさん書いてるんで皆さんも興味が出たらぜひ読んでみてください。うん